して何冊か本が出ていたかな、その人を見ただけでどんな人物かを当ててしまう。細かいことも見落とさない。まったく探偵というのは本当にそういうものなんだね。とにかく僕はまだ何も事態を把握していないし。なるほど。何がなるほど。とりあえずお茶を。つかさ、お茶を。だから何があれでしょ、分かってますよ。手をさ、こう握るとさ、分かるのでしょ。その人のこう、なんか分かるんですよね。つかさ、なんで言わないんですか。ねえ、なんで。もうシャーロック・ホルムズもそうだったもん。少し騒がしい。昔から興奮するとこうなんだよ。小説家志望なんだよ。そうか。いいやつだよ。ちょっと変わっているが。何でもいいさ、集中させてくれるのなら。でもまあ、良かったです。うまくやっていけそうな気がします。そうですか。これからよろしくお願いします。人付き合いが得意ではないんです。何かと失礼もあるかもしれません。いやいや別に構いませんよ。あ、じゃあお茶入れてきますね。もしかして上野さんを探していますか。多い時には月に3度も見てもらっていたのですよ。そんなに何好きな方がいるんです。それで、いや別にその方とどうこうなりたいというのではないのです。愛も恋も運命です。その時になったら逆らえませんよ。おはようございます。え、まさか寝てないんですか。いや、東堂さんあれですか、眠らなくても大丈夫でしょ。僕ダメなんですよ、睡眠取らないと。もう寝るってことですか。それでね、コーヒーはやめた方がいいですよ。寝るならホットミルクですよ。僕苦手なんですけどね、ミルク。あ、東堂さん味覚子供なのかもしれないですね。じゃあ作ってきてあげますよ。それ飲んでゆっくり寝るんですよ。うるさい。だから助けてほしいんです。それだけですか。ちょうど通りかかったときに探偵事務所って看板が見えたんでここに来ました。報酬はそれとにかく守ってほしいです。南條君、早速仕事です。犯人を探すんですね。探偵っぽい流れになってきましたね。じゃあ早速明日から。いや、今日からでも動けることがあります。あ、今日は無理です。俺怖えよ、もう自由になりたい。自由、ここは嫌だよ。窮屈だ。すべてが決まっていて、考えることもできない。間違っている。なあ、そうだろ。沼井警部、北原殿のご子息がいらっしゃいました。こちらが例の友人の東堂です。どうも。横浜管轄の沼井警部で。彼女というと。お待たせいたしました。西宮愛